こんにちは、藤田サイモンです。まあなんでいきなり顔出しで出てきたのって話なんですけど、まあ今まで自分のYouTube のチャンネルというのは、まあスクールの、まあ映像だったりとか、あとまあ自分たちの仲間内で撮った映像を、まあ編集したものとかをちょっとアップしたりするように、作ってできたりとかですね、まあたまに気まぐれでハウツーを作ったりしたものをアップしたりしてたんですけど、まあハウツーの中でまあテキストで大体ハウツーを作っていて、まあもうちょっとその、まあ、こういう時代なので、YouTuber を別に目指すわけではないんですけども、まあ一人のまああれですね、フリースキーのコーチとして、まあ言葉で伝えれるものとか、まあ自分の体の動きを実際見てもらって伝えていけるものがあってもいいんじゃないかなと思って、今回まあこういう形で顔を出してやってます。今までもちろんフリースキーイングとか他の飛びジブとかの DVD では顔出しをこうやってきちんとハウツーの方を行っていますので、そっちもちょっとぜひ見てください。まあここではまあフリースキーのそのハウツーに限らず、道具だったり、まあ僕らが普段使用している機材とか、まあそういうまあざっくばらんにまあ暇な時に配信していこうかなと思っているので、超不定期配信にはなると思うんですけど、よかったらまあ見ていってみてください。はい、ということですね。T シャツが変わりました。なんで変わったかっていうと、日をまたいだからですね。まあ動画の編集ちょっと慣れてないもんで、いろいろわちゃ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 やってたら、まあ日付変更線を越えてお風呂に入ってお着替えをしてっていう感じです。で、この T シャツはあれです、僕がずっとサポートしていただいているスミスオプティクスっていう、まあゴーグル、サングラス、アイウェアブランドがあるんですけども、そこの T シャツです。まあ同じものネット上でも多分売ってると思うので、ああいいなーなんて思ったらぜひ買ってみてください。結構ね、ロゴがなかなかシンプルでいいんじゃないかなと個人的には思ってます。今日何を話そうかなと思ってたんですけど、まずはその自分の活動の話というか、まあその辺を語らせてもらわないと始まってこないのかなと思ったので、ちょっとその辺をお話しさせていただけたらなと思います。いや、しかしあれですね、カメラに向かって一人でこう喋り続けるっていうのは結構レベルが高いですね。トータルスキーングフィットネスの米谷優香が結構頻繁に、まあ本当にそのフリースキーヤーの YouTuber としては先駆け的な存在なんですけど、頻繁に映像をアップしていて、まあ一人でやるの結構辛いみたいなことを言ってたんですけど、なんとなくその辛さが今わかります。これはね、結構しんどいし恥ずかしいし、しかもその撮った映像を自分で編集するっていう、またその自分ずっと見続けて、どんだけ自分好きやねんみたいな、いや好きじゃないんですけど、好きじゃないんですけど、まあそういうことをしていかないといけないっていうね、まあマンパワーが圧倒的に足りてないんでしょうがないですね。自分でやっていくしかないと、はい、全部何でも自分でやった方がいいって話です。まあ、ちょっと話脱線しちゃったんですけど、まあ僕自身の今の活動がですね、今室内スキー場スノーバー溝の口っていうんですね、まあ僕のホームマウンテンの一つと言っても過言ではない、本当に大学生の時にフリースキーを始めて、でまあたまたま家の近くに室内スキー場スノーバーがあったので、そこに通うようになってからっていうのは自分のそのフリースキー人生がほとんどスタートしたと言っても過言ではないですね。まあそこのスノーバー溝の口さんとですね、もう今はライダー契約をさせていただいてまして、その中でレッスンとかだったんですね。まあ自分の練習もそうなんですけど、まあ平日レッスンとか週末のキャンプっていうのを行ったりします。非常に練習効率がですね、室内スキー場なのに良くてですね、まあベルトコンベアみたいなのついて、まあエスカレーターですね、まあ、ついてて、ボンボン回して飛べるし、自分も練習できるんで非常に練習効率はいいです。で、あとはまあウォータージャンプですね。これはまあ夏になると結構メインの練習になってくるんですけど、まあ5月から実は11月の頭ぐらいまでやってたのかな。もう結構早い、寒い時期と早い、もうシーズンオフしてすぐの段階から始まってる施設です。夏だけじゃないんですね。で、ここを使って、まあジャンプの練習とかっていうのを行っ
ていったので、まあそれを自分自身のその選手の時にやっていった練習の経験を今そのウォータージャンプ、まあもしくは室内スキー場だったりっていうところで、レッスンという形で、まあ一般の方に落とし込んでいるっていう形ですね。あとはトランポリン、まあ僕自身あんまりトランポリンは実はですね、周りに近くにいなかったんであんまりやってないんですけど、まあ相方の津田健太郎くんが非常にこのトランポリンユーザーで、まあトランポリンを使って体の動きだったり締める感覚だったり、フリップとか 3D とかっていうのはやっぱりトランポリンを使ってから導入していった方が安全なので、まあトランポリンを使ったレッスンなんかもこうなっています。まあどの、別にどこに、いた方がいいよっていうわけではないんですけど、まあ夏場もですね、このフリースキーっていうのを楽しんで練習する場所っていうのは結構日本であるので、確か室内スキー場だと、まあ、結構昔はですね、まずザウスとか皆さんご存知だと思うんですけど、いろいろあって、今はそのスノーバ系列っていうものが、まあ溝の口と新横浜と羽島ですね、この3箇所にあります。あとはジャンプはなくてハーフパイプのみなんですけど、カムイ三坂、これもちょっと僕は行ったことないです。ただ結構パイプの選手なんかはちょこちょこ練習しに行ってるみたいですね。でウォータージャンプはもう結構全国的に本当に北は北海道からあるみたいな感じなんですけど、有名どころで言うと、まあ西武園遊園地SAアとか、同じ系列で大阪ウォータージャンプ大江さんと、あとまあ三重県桑名市にあるケアですね。まあこの辺は本当にレジャー感のあるフリースキーのなんかウォータージャンプの施設みたいな感じで、初めて行く人に結構安心して入れるんじゃないかな。ジャンプのサイズもね、大きいのもあるんですけど、まあ結構小さめのものから何個も何個も種類があるんで、まあ細かくステップアップをしながら練習していくことができる施設ですね。あとは、まあ、トランポリン。トランポリンも、まあ、ちょっとトランポリン練習できるところって実は、全国に結構多いんですね。多いんですけど、いわゆる体操選手がやるような競技トランポリンでは僕らのトランポリンではないので、競技トランポリンができる、まあ、競技トランポリンの教室に行くと、まあ、ベーシックになるトランポリンの動きだったり、フリップの動きだったりってできるんですけど、3D とか、まあ、グラブをしてスピンの練習とかって多分やらせてもらえないので、まあ、そういう意味で、フリースタイルなトランポリンの練習できる施設っていうのは、まあ、有名どころで言うと、XTECの桶川と大阪XTECあとは確か、武蔵小金井だかなんかのスポーツセンターの中にも、そういうトランポリンがあるという噂です。まあ、そこはちょっと僕行ったことないんで、なんとも言えないんですけど、あとは南魚沼市ですね。ちょっと遠いんですけど、僕が本ゲレンデにしている冬場、神田津高原の湯沢町の隣町、塩沢町というところがあって、まあ、そこ南魚沼郡の、スポーツセンターみたいな感じで、昔のその体育館を、再利用してトランポリンとかボルダリングとかの施設を作っている場所があります。で、そこ僕、結構ですね、シーズン中、活用させてもらったんですけど、めちゃくちゃいいです。まあ、ユーロのトランポリンがあって、埋め込み式ですね。XTECも全部埋め込み式のユーロのトランポリンです。ただ、バネがですね、XTECのトランポリンが少し柔らかめになっていて、南魚沼市のトランポリンの方は少しバネは固めです。かなり反発は強いので。まあ、飛び慣れてくると、固めの方がいいのかな。でまあ、ちょっとその硬い分だけミスった時のリスクとかも高くなるんで、まあ、一般の方も、まあ、もしくはこれからトランポリン始めていきたいよって方には XTECの方をおすすめします。まあそんな感じでいろいろといろんな全国各地のオフトレーニング施設を使って、まあ僕はレッスンとか、まあそうですね、自分の練習をたまにしたりとかしてます。